まあ、オリジナル曲ばっかり結構歌っておりますが、なかなかですね、歌う機会というのがあまりにございませんで、今日はですね、この西洋館のね、この、中二階のこの、舞台をですね、本当に使わせていただきまして、本当にありがとうございます。感謝しております。もう多分今年は初めて、僕のライブというのはですね、なかなかでしたですね、体力の、体力の限界に、最近ほどほど気づいてきましてですね、いろいろとやっておりますが、まあ、そんなことでですね、次の曲はですね、長崎の、夜景の、長崎三大夜景に、選ばれましてね、その、まあ、イメージソングといいましょうか、まあ、歌詞は、詩の方は、この長崎在住の、歌詞の、作詞家の先生からつけていただきまして、それに私は曲をつけて、歌っております。二人の長崎夜景という曲を聴いていただきたいと思います。